うしたの？早く食べないと面接遅れちゃうわよ。そうだ。10年前に父さんが再婚して、真子さんが僕のお母さんになった。初めの印象は優しい人だなくらいにしか思っていなかった。高校生くらいから母さんを女性として意識するようになって、今ではその衝動を抑えるのがやっとだった。おお、いただきます。今日はマコの得意料理の牛丼か。あなた好きだもんね。おお、これ最高だもんな。おお、いただきました。おお、まいまいまい。本当ね。うん、最高だよ。なあ、ところで翔吾、うん、お前就職の方どうなってんだよ。うん、なかなか決まらなくてね。お前なかなか決まらないって。お前いつまでもさ、親のすねかじってんじゃねえぞ。分かってるって。はぁ、あなた、翔子くんも頑張ってるんだからね。いいじゃない。ねえ、頑張ってるわよね。うん。もういらっしゃんなったか。翔吾、とにかく、早く自立すんだぞ、うん？うん。そんなに慌てなくていいからね。うん。まこ、お前、甘やかしちゃダメなんだよ、ったく。甘やかしてなんかないわよ。ね、翔吾くん。うん。ねえ、翔吾くん聞いてる？翔吾くん。あ、うん、聞いてるよ。よかった。ごちそうさま。もういいの？うん、俺もう出れない。そう、見てたの。
母さん寂しいの？え、いや、あれは寂しいっていうか、なんでもない。おはよう。あ、おはよう。おはよう。どうした二人とも？いや、なんでもない。そっか。どうしたの、あなた？いや、普通に朝起きたけど、なんかお前たちちょっと変かななんて思ったからさ。あ、うん。大丈夫？掃除してちょっと疲れちゃって。そっかそっか。うん。まあいいや、俺ちょっと一服するわ。あ、そう。よし。なあ、勝負だ。ん？今度さ、父さんの会社で採用の話があるんだけど、どうだ？父さんと同じ会社は嫌だよ。お前な、わがまま言ってる場合じゃないだろう。ああ、人事には話し通しとくからな。でも翔吾くんいろいろ手伝ってくれて私も助かってるのよ。マコ、お前がそうやって甘やかすのがいけないんだぞ。うん。そうね。暑いからエアコンつけるよ。うん。あ、ごめん、広い。そう、ありがとう。